こんにちは、ブルーホッスです。本日もチッチロンやっていきましょう。ということでね、今晩はマーカスになるね。前回のマーカスのパートでジェリコにいた人たちにこのままじゃ物資がなくなるからサイバーライフの倉庫にパクリに行こうぜっていう話をしてたんですね。で、今パクリに来てます。はい、どうするんだ。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。頼み、ついてきて。ということで、まだ中立の立場なんですけど、ここでね、どんどん、これでもさ、なんか、なんだろう、あの、わざとノースについていかなくて、なんか見つかっちゃうみたいな、そういうオチとか作れたりするのかな。とか、ああいうのに捕まって、キャー連れてかれるみたいな。Don't let us see us。 やるか。見られるなよ。いや、ついていこうよ。ノースについて、そうだね、行かなくて、そうだ。あれ、あれ、あ、こっちか。あれ、あ、登っていったかと思った。まあさすがにね、もう1ヶ月とか2ヶ月とか前にやってたらね、もう覚えてないからね。キャッツラは人間。I'll find another way. レッツー。なんかテロップとか、まあ、ちょっと動かない。ほいぴょん。君マトリックスできるから、こんなね、コンテナ登るとかいうんでしょ。コンテナ登るのさ、登るってなったらやっぱガンゴンから結構バレると思うんですよね。ブーン、こっちから行くか。やっぱね、あの女と男でちょっと動きを受けながらね、行っていくのが大事とか、そういうのは全然関係ないけど、サイバーワイフ、ちなみにターミネーターサイバーダインなんで、ね、じゃあこっちから行くか。マーカス、ここの場最後についていく。どこ行くの？あれ、サイモンについていくって今出たよね。マーカス、that way。 あれ、ちょっと待って、あれ、みんなどこ行った？あれ、ちょっと待って、これまずいぞ、これ非常にまずいぞ。サイモンについていくになってるね。あー、いたいたいた。ちょっと、勝手に行かないでよ。よっ、結局遠回りしただけか、これ。しかもこういうコンテナとかだったらどうなんだろうな、雨も降ってるし、音だけじゃなくてすごいなんか滑りそう、キュッ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 言うし、スルって行っちゃいそうな気もするんだよね。キッ、ほらだって滑ってるもんね、ズボンでね。First we have to get rid of、まあ、ドローンをなんとかしない。ああ、いちち。Leave it to me。まあ、元はあの風俗店で働いてたあのアンドロイドっていう設定だから、まあ、仕方ないよね。ああいう体。ね、じゃあ、こっちから行こうか。続きまして、登る。お、遠すぎる。残念。はい、戻る。次は、ああ、動くのを待って襲いかかる。こういう分析機能は人にもあったらいいのにな。じゃあ実行していきましょう。マトリックス、そうそう、マトリックスコマーシャルやり始めましたね。2021年の、12月、今年の12月にやるっていうのが、あ、聞いた。マーカス、You alright? Nothing I can't handle。 あ、連打し続けなくちゃいけなかったんだ。ナイスワーク。さすが、あ、でもノースの、ノースとジェリコ下がってんじゃん、なんで？おい、やるねって褒められたのに、なんか、評価下がった。あー、これでまたパフが遠のいていく。まあいいんだけどさ。はい。そうそう、マトリックス最新作やるね。またトリニティ出てくるね。まあなんかトリニティもやっぱり、トリニティとネオとやっぱりね、なんか相応の年取ったって感じだね。でも99年の映画でしょ、もう22年経ってる映画だから、
そりゃグンジャーたちは年食わない方がええと思うけど、この情報センターに送ります。あ、送っていいけどどうなるか分かってる？どこに行きやがった？警備員を殺す、捕まえて隠れる、逃げる、で、あともう一つは隠れる。ああ、もう面倒なことやってられないから、待ってると。ここでもう革命を起こす前兆を作っとかないと。今回は先に言っとく、平和的解決しません。もう革命完全に行きますので、もうここからガンガン攻撃的にやっていくんで、はい、覚悟しておいてください。で、もっと大きな箱を調べる必要がない。もうあれじゃん、なんだっけ、さっきのアンドロイドあまりにもやりすぎて完全にビビってしまう。どうや、こいつ人間やっちまったぞって。このままじゃ俺も人間側にいるから同じようにやられるんじゃないか。ああ、完全に攻撃的に言います。ただしかもこれって忖度なしなんですよ。もう僕がそうしたいからしてるっていう。今の発言まあまあやばいかもしれないね。まあでも弱いと思われるにはね、強いと思われる。自分に自信がないからね。今回逃がしたけど、まあ今いる人員で十分。足手まといは不要。あんまりね、そう、人とかね、増やしすぎるとかえって目立っちゃうからね。何？行きたいの？あれ？死体が？We can't just leave him here. うん、あった死体。It's too dangerous. せめて片付けとけよ、死体。ダメだ。I'm sorry. 悪いか。You can't come with us. I helped you. なんで？ It's not fair. 助け。I helped you and now you're just gonna leave without me? You're no better than humans. You're no better than humans. He triggered the alarm. Run! さあ行こう。ね、助けたとかって言うけど、なんて言ったらいいんだろう。何を助けたの？お前、人を殺したの？人やったの？ねえ。とどめ刺したのは俺じゃない。まったく。ちょっと取り戻せるだけの物資をちょっと持ってきたけど。今回はちょっと収穫としては少ないね。前回ね、トラックで、がっつりとね、もう物資を丸々いただいてきたんだけど、まあ、今回ちょっと残念ながらカバン4個分しかできなかったんで、はい、俺は自由を、このジェリコにやってきた。だが実際見つからないことを祈りながら、心にしない変化をただちっと待つ、死んでいく自由だった。そんな自由はいらない。And I'm not gonna beg for the right to smile. 愛したい。胸を触ることに権利が必要なのか。春ですね。I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. 俺はただの機械じゃないんだと。I am alive. 俺は生きてる。And they're not gonna take that from me anymore. もうその事実を奪わせはしない。Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them.What they don't want to give, we take. 俺たちの権利を取り戻すんだ。We are people. 俺たちは生きている。We are alive. 俺たちに人権を。We. 俺たちは are free. 自由だ。Yeah. Yeah. これでまた評価ぐんぐんよ。どうだ。お、お、お。でもジョッシュのね評価がね。下がったのがちょっと気になるよね。今ちらっと上がってたけど、ただ人を刺したという事実は残る。まあ、若干ねちょっと後味の悪い感じになったけど、そう、前回はそうなんですよ、トラックいっぱいの部品を盗んで帰ったんですよ。だけど今回はまあちょっと残念ながらね、カバンいっぱいの部品を持ち帰る。これジェリコに戻れないパターンもあるのかな。あ、なるほど、物資を
盗めないで終わるパターンか。あ、わかったわかった。あの、警報鳴らされてフェンス向かって逃げて、あの、要は、逃げるっていう選択肢があったから、それをやればってことだね。そうそう。本当はね、制御室とかに入ってね、鍵盗んでね、元に逃げるっていうか、パッツーパターンもあったんだけど、今回は、まあ、残念ながら、まあ、攻撃をして終わったっていうところですね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、攻撃的に行きたいっていうのが、まあ、僕の考えになりますんで、残念ながら、ジョッシュは敵対をしていますが、はい、そんな感じで、どんどんガンガン攻めていく実況をやっていきたいと思います。ということでね、本日の動画は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。